うまいよ、結構。退散します。タバコ吸えないけど。ああ、じゃあ、まなみさんからしたら、ちょっと、ショックですね。こんなタバコいっぱいあるのに、一本も吸えないですか、ちょっと。まあ、でも、たかが1時間でしょ。まあ、そうですね。あ、小次郎ってここか。疲れた。疲れましたね。ユーホルモン炒め定食が一番人気。あ、これがおすすめですか？一番人気。確か。ユーホルモン定食が一番人気だよね。今キャンペーンやってますし、はい、何でも人気ですけど、はい、特に人気かも。いくら？100円引き880円定食。え、全部？定食で。全部？全部、はい、定食で。なんで？今このこちらがキャンペーンなので。常連なんやけど、あ、はいはいはい、マネーお金200円、お金マネー減らしてる。常連なんやけど、マネーお金200円、お金マネーにしてくれる。いや、あの、バビリ引きしてよ。マネーお金200円、お金マネー減らしてる。減らしてる。これが一番おすすめなんですよね。これ牛ホルモン炒めてやっぱ似てるよ。私はコカコーラとシャキシャキキュウリ、はい、コカコーラと何すかシャキシャキキュウリ、あ、シャキシャキキュウリを食べる、はい、と牛ホルモン炒めてる。いや、頼めない、頼めない。え、これだけでいいですか？シャキシャキキュウリ KP 昨日も KP してましたね。私ソフトドリンクだけど。これから食べないんですか？僕ですか？いや、食べます、うん、ただ、僕もさっきちょっと食べちゃったんですよね。言ってもおにぎりとパン食べたんですけど。え、昨日どこに泊まったんですか？あ、僕は、うん、すごい生ちゃった。僕は、あの、千葉に社宅があってそこに帰ってるんですよ、で、もう一人の方は、あの、別でホテルで歌舞伎の新宿歌舞伎市のラブホテル。ラブホテルではないです。ビジネスホテル。東京都新宿歌舞伎市のラブビジネス、東京都新宿歌舞伎市のビジネスホテル。あ、そうです、そうです、そうです。に泊まってました、ね。行けばよかった。なんでやねん。突撃してな、1000回ぐらいしてもらえる。でも男の人って最初だけど、2回目から透明だよね。大体。透明なイメージある。何だの、あ、僕はこの牛ホルモン炒め定食にしようかなと思って。美味しいよこれ。でも一番おすすめって言ってますもんね。人気だから。はい。この間人気って言われた。牛ホルモン定食。あ、すいません。シャキシャキキュウリ。シャキシャキキュウリ。あとはコーラ一杯。コーラ。で、この牛ホルモン炒め定食。牛ホルモン炒め定食。はい。はい。はい、シャキシャキキュウリコーラ、ラジオホルモン炒めて、はい、ありがとうございます。いつのシャキシャキキュウリ2皿頼む。あ、そうなんですか、ね、すごいでしょ。シャキシャキ、てかキュウリ好きなんですね。そう、好き。野菜食べたかないとさ。あ、まあそうですね、うん、栄養をね、足らない。え、野菜の中で一番キュウリが好きですか？うん、枝豆好き。あ、枝豆、てかさっき枝豆食べてませんです。食べてないんだよ、それ。あ、別だったかな。YouTuber 男のロマンチャンネル、 YouTuber ひろちゃん男一人、はいはい、YouTuber 男のロマンチャンネル、 YouTuber ひろちゃん男一人、ガールズバー行くって。あ、なんかさっき言ってましたもんね。ちゃっかりチェックしちゃってますから。さっきライブ2回してたんですね。まあ、俺が。ああ。で、真鍋さん、また、後で、撮影とかあるんですか？
もう今日はないんですか。あるよ。あるんですか。すごいですね、超スーパー引っ張りだこですね。あ、ありがとうございます。今持ってる先生、よろしければお手伝いを。こっち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 。あ、僕です。かしこまりました。すみません。どこが商品か。ありがとう。で、キュウリは、おなべさんですね。うん。どうぞ。はい。あ、ありがとうございます。優しい。優しいですね。美味しいんだよ、これが。ハマる。え、ここのお店の一番好きなやつ、このシャキシャキキュウリさん。焼肉定食も好き。あと、チャーシュー麺と卵とキクラゲの炒め定食。ママ好きなものいっぱいありますね。卵ときくらげと豚肉の炒め定食。うん。シャキシャキキュウリが。まあまあ5つぐらい出てきましたけど。さて、いただきますしますか。うん。お姉さん食べますこれ。うん。めっちゃあんまりお腹空いてないじゃないですか。なんかチラチラ。一応僕 YouTube のコメントとかちょこちょこ見るんですけど。答えたくなかったら全然いいんですけど、なんかあんまりいいコメントとかあんまりないじゃないですか。なんかちょっと心が痛くなったりとかしないんですか。ちょっと僕は大丈夫かなっていうちょっと心配な目で見てるんですけど、大丈夫なのかなと思って。大丈夫。あ、大丈夫なんですか。まあ、でもそれが仕事みたいなところもありますし、うん、ちょっといただきます。まなみさんおすすめ。これよく食べてた。あ、そうなんですか。うん、いただきます。うまい。うまくない。まなみさん優勝っすね、これマジうまいっすね。うまい。この間一番人気って言われたもん。はい、この間、はい、一番人気って言われた。あ、これがすか。牛ホルモン定食炒め、牛ホルモン炒め定食。一番人気ね。ピリ辛だよね。そうっすね、基本的にちょっと辛めで、でも辛いの苦手な人でも大丈夫な辛さじゃないですか、ね。辛さ的に言うと、うん、確かに。よし、